楽しいですね。楽しい。最高やな。年始は何してたの？それ年始何してたの？上級の面白い。僕ですか？留学行きました。留学？さあ、それでは先ほどの銀座温泉から移動して極楽温泉花笠の湯に来ております。ありがとうございます。いやだ、行きましょう。今からお風呂ですね。最高や。ウキウキですね。嬉しい。今日ね、ここで芯から温まって、やった、しっかりとポカポカになって健康になりましょう。 NG ワード言ったらお風呂入れないとかね。そんな俺がひどいことするわけない。あ、よかったよかった。 NG ワード言ったらシャンプーの途中でもそのまま戻る。シャンプー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 湯気積もって、すごいな。あの飛び込みたいわ。やば、最高。やっぱりさ、東北やから、うん、めちゃくちゃ寒いやん。寒い。東京も寒い方やと思ってたけど、大阪に比べてね。全然。だからこうやって温まれるのはね、いいね。いいな。今日楽しかったですね。楽しかった。最高や。最高やったわ。道の駅に行って。道の駅だね。そっから、いろいろ買って。米沢牛。食べに行きましたね。食べた。美味しかった。米沢牛美味しかったね。美味しかったよ。ワンシ君は食べたい。肉1枚食べる。1枚で。1枚は半分。半分食べて言われたから。残念やったな。残念やったよ。6個 NG がある中で5個もね。そう、5個できた。お二人でやりましたね。上手が5個だし。ありがとうございます。さすが。よかったわ。全然。なんかこんなにすぐ。バチ当たんねやと思ってお前割して使わんやろ、俺が使ってるわって。その1、2分ぐらいには俺も結局割して使う必要もなかったし、すげえ。とりあえず美味しかった。美味しかった。めちゃくちゃ美味しかった。ごちそうさまでした。遊園地行って人狼鬼ごっこと、あれもろかったな。めちゃかった。遊園地の鬼ごっこがすることがないやん。ないね。しかも貸し切りでね、できるの普通。おわしくん、ジョー君の捕まえ方が見てたわけ。うん、ほんまに裏切らない。そう、知らんからさ。捕まった時に、俺とリースがほぼ同時やって、うん、あの待ってる間に、うん、どんな感じやったって、いや、めっちゃ待ってる間喋ったって、俺もめっちゃ喋った、うん、で、お互い、なんか、あの人狼と市民の見分け方について語ってた。最初のファーストリアクションで、だいたい市民か人狼分かるとか言い出したからね。で、パーって見た時に、俺はそれ言ってた。最初に聞いたやつが市民とか言って、あ、大橋は絶対市民ですとか言って、共にしてたら裏切られた。ケントは緊張した時耳が赤くなるのと、あとは人狼の肩はって言って他の人っぽく見せてるけど、あれは絶対に人狼。そしてジョー君はとか言って、ジョー君も尖ってた。初めはジョー君とケントが人狼っていう言ってたけど、どっちも外れてた。語ってた奴らが一番最初に捕まってた。どうでした共演は？いや、面白かったですよ。しんどかったですけど、結構体力使うよね。いや、だいぶ使った。あとやっぱ観覧車もいい話でいい話。そうやね、観覧車ね、気になるな。なんか、まだ聞いてないから、力が。そうやね。で、その後スノボで俺初めてしたから。俺も初めてやったわ、スノボね。よかったね、なんか普段行かんからこそ。なんか悔しかったからさ、なんかボードをちょっと始めようかなと思った。うん、確かに、小1時間ぐらいでちょっとね、成長が見えたら、うん、見えたらあるよな。ちょ、もしかしたら来年あのボードチャレンジしたら、大橋がもうよくてっぺんから下までめちゃくちゃ入浴ずーっと振り返ってた。あ、みんな成功してない。次のアクスター、仁王立ちのボードの、いやいや、いいやん、伝説の。いやいやよ、人生もすごなかった、あれ。あ、全然わざや。すごかったね。わざじゃない。ああいうのあるよな、多分。あるんかよ。俺らもしてるっていう、笑い声が。ヒーンってことね。どんな感じだったの、自分的には。初めは、習った通り、縦じゃなくて横で行こうと思って、うん、ちょっとなんかゆらゆらしながら、ジョークみたいな感じで。うん、だけど、もう発進しちゃったら、横にする技術もないから、縦なっちゃってて、うん、そこ、うわーって。結構スピードで行ってたよね。びっくりした。地面、タッチしたなと思ったら、もう前向いてた。またなんかやりたいですね。そうね、そうやな。ウィンタースポーツいいよな。面白かった。楽しかった。楽しかった。そして銀座温泉。ね。綺麗やったわー。俺、綺麗やった。もう、すごい俺がずっと行きたかったんですよ。何でもいいよって言われた時に、まず温泉行きたいってなった。去年も大悟くん、確かその大悟くんね、うん、あの、覚えてきてくれてたから、うん、なんかやっぱりこう、
笑顔にした方がいいのかなとかっていうふうに考えたんですよ、ね。うんうんうん、けどやっぱりこう、これは俺が行きたいところだから、うん、それは別に気にしなくていいから、そういう感じで、温泉でさせていただきました。なるほどね、いいね。でもいいよ、なんか1年に1回こう温泉旅行を受けて、うん、それをね、YouTube で皆さんにも見ていただけて、はい、貸し切りやね、貸し切り最高やね、最高やな、最高。 YouTube じゃないと無理やね、うん、普段のなにわ男子に近いというか、うん、そうね、うん、盛りだくさんでしたね。盛りだくさんやね。楽しい時間はあっという間ですわ。うまいね。あとは寝るだけですね。ほんまや。楽しいな。最高や。楽しかったね。最高や。楽しかったな。食べて寝るだけ。最高。え？え？ふぅ。どうしたの？何か皆さん忘れてます？何も忘れてないな。いや、宴会あるでしょ。宴会？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 なっけ？宴会って。じゃんけん？じゃんけんじゃないよ。じゃんけんじゃない。え？藤原さん7人満ぐらい、うん、考えてください、うん、でそれやります、はいはい、で大橋くん長尾くんと、うん、ミュージカルだね、はい、おーすごいね。で大西畑好きなところお互い、うわ難しい、難しい、難しいな、難しいな、なんてそこめっちゃ楽やろ、なんてやろ、ええやん、ちゃんとデザートやん、俺ら最後ステーキやねんえぐい、めっちゃしんどい、大悟が考えてくれた食べる時もさ、うん、やったやん、うん、やったみたいな、うん、みんなはっちゃけてたよ、そうね、うん、面白かったもんね、そう、高橋君への変顔でんぐり返しました、あったこれのそこにあの自分の間が入ったから、うん、これね、ポロリした、初めてのポロリ、初めてポロリ、お願いします、ほんまに長い付き合いになってきて何とした？出てきたのは猿宴会感すごないな、もしかしてあのお兄ちゃんなのかい、カズヤ桃太郎だ、私は噛み合ってない、どうもすごく濃い年末年始過ごさせていただきました、はい、紅白で出させていただきまして、紅白からカウントダウンに行ってっていう憧れのスケジュールでしたね、はい、でも2年目でやらせていただけるっていうのは本当にありがたいです、そうだよ、はい、今年もまた継続して、ね、行きたいです、うん、継続できるように頑張らない、頑張らない、ね、ちゃんと年末って感じしたもんね、したね、怒涛でしたね、みんな何してたの、みんな大阪帰った、帰った帰った、これ久しぶりに帰る人もいるわけ、うん、変わってたなみたいな、駅前にあったスーパーがマンションに変わってた、うわぁ、びっくりした、多いよな、そういうのマジか、自分の地元の最寄りのロータリー、ただ家までちょっと遠いんで、うん、タクシーを呼ぼうって、おー、ロータリーにタクシーがいなかったんで、タクシーがあって行きたいから、そこのロータリーにタクシーが来られへん区域になってて、そういう街の変化もあるよね、うん、ある、上手が面白かった、僕ですか、留学行きました、留学、はい、留学、留学行ってたんですか、留学行ったんです、横にオーストラリア、え、オーストラリア、レリア、レリア、オーストラリア、シドニー、シドニー、何日間ぐらいですかね、2泊5日2泊5日聞いたことないやろ、5日あんま聞いたことない、3日間飛行機、夜11時ぐらいに飛行機乗って次の日の朝に到着して、うん、ホテルに2泊して、うん、3日目遊んで夜飛行機乗って朝、なるほど、帰ってくるっていう、なるほど、ね、もうね、英語喋れなくてもね、いける、あ、ほんまに、そうね、翻訳機能も今アプリとかあるからいけるやん、そんなん頼らんと思った、
行ったわけ。うん。じゃあ俺、シドニーの水族館に帰って、はい、Excuse me って言って、Where is the 水族館って何やろ、うん、分かる水族館。英語で。アクアリウム。あった。そうだ。アクアリウム。うん、私出てけへんかったから、ずっとこう、ああ、メニメニフィッシュ、ああ、ビルディング。いや、ビルディング。ビルディング。水族館ビルディング。魚の建物。伝わった。そう、メニメニ、ああ、ピーポー、ビジット。うん、あ、アクアリウム、あ、イエス、アクアリウム、もうこれですげえ。意外といけんじゃん。意外といけんじゃん。一番の驚きは、帰りの空港で真緑のリュックを背負った日本人がいて、うん、真緑って、うん、結構奇抜やね、うん、あれすっごい無理やな、でも日本語聞かない、あれなんかどっかで聞いたことある、うん、つい一週間以内に聞いた声と思って、うん、よう見たら、TOKIO の国分太一さん、マジか、そう、シドニー空港でたまたま会う、すごっ、日本で会うのも難しいのに、そう、それもご家族で会う、そう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 、すごいな、何でお前いんの、ちょっと一人で旅行で、マジか、なんでお前と正月早々会わないといけねえんだよいじりやな、愛だな、いやでもそんな素敵な、すごいね、いいですね、お土産くれたもんな、会いましたね、くれた、何あげましたっけ、ハイチュウ、オーストラリアに売ってるハイチュウで、オーストラリアのコンビニ行ったら、うん、何も男子のあの入れ物とかいつも俺はこうやってるやんか、うん、あったからさ、ね、写真送ってくれたもんね、そうそうそう、すごいね、ハイチュウって英語で書いたやつな、シドニー男子、シドニー男子、嬉しいな、中銀紙じゃないねんな、そう、透明の紙で、そうそうそう、ね、白のね、マンゴー、美味しかった、なんかちょっと味も味ちゃうかった、違うね、そうなんだ、背中熱っ、背中熱っ、マニアックした、熱い熱い、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 回したろ、いや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 、ほら、いや、何の時間怖い怖い